さあ、ってことで、無事生産も済ましてきましたけど、まあ、先ではめちゃくちゃ気になるんですけど、とりあえずね、車出しちゃうのはあれなんでね、一回車を出しちゃおうと思います。さっきのところ狭かったで、さっきは中央通りの方ちょっと出てみたいけど、とりあえず、こっち側から出た方がいいね。だいぶ道遅かったですからね。で、まあ場所は近かったで、ここですね、さっきね。何なんだあれ。多分、ショーツで出してたと思うし、多分こっちでも、使いますと思いますけど、データを。あれ、何だったんだ。イベント屋さんとかもあってね。曲がって消えてるんですかね。たこ焼き屋さんもある。これ、その、こう先は、ドン付き？しかしだなぁ。いつか。いつではない。いつではないけど、ただ、狭いな。お金物屋さんや。そうです。ナンバー見させてください。私はただの迷子です。はい。おかしいでしょ？こんな変なね、地元の人しか使わないような道にね、三重ナンバーおったらおかしいでしょ？ね、そうそうそう。ここら辺におっていいのはね、泉ナンバーと境ナンバーだけなんです。これに中央通りの方出てんのか。え、出てる？これ大丈夫か。20キロ制限、20キロ制限、めっちゃ制限かけるね。来年はナンバーも入ってきとるけど、県外ナンバーないで。あ、県外じゃねえか、府外か。これ右曲がった方がええのかな。バックデリバリーが来たとか右曲がった方がええんやろ。短くだ、本当に。本当に右に合ってるか。いや、ちょっとデカめ信号あるな。いやー、こりゃ初見殺しね。失敗したね。このらしくドーンとまっすぐ通りの道まで出た方が良かったですね。こっち優先だったよね。わかりにくいな。走ってくるね。走ってくるね。これで、でかい通りかな。よし、これでさっきのでかい通りにまた出れそうやな。東大阪の飲み物ね、隙間デパート。よさそう。これでとりあえずまともな道、出たね。あ、でもそこなんかここさっき通ったところか。
大丈夫そうだね。うん、ちなみに一応これでまだ昼1時ですからね、まだまだゆっくりぼちぼち戻ってってもいいのか、ちょっと大回りしながら、なんか普通に帰っても面白くないしな、なんか面白いルートで帰りたいな、戻ってくにしてもね。奥進むとそれは問題あるかな。行こうとすると何か弊害あるかな、これ。あ、ここ牛角オープンなんや、新しくできるんや。へえ。で、スキヤもあるの。ああ、そうやね、これ先通ってきたとこやな。うん、この道がやっぱしメインなんですね。お魚食いて気分に行くよ。おー、大阪府警だよ。へあ、広い道ですね。おっと、おっと、そんなとこで積む。何事？エニオスか。これ積むことある？まずい。あー、ダメだ。ギリギリ後続詰まってくるわ。うわー、これはー、あー、トイレさせるって。63や、確かにこの辺りにしやすいね。あれ、3点もあるんでね。3点は面白い、好きなんですけどね。また走ってってる。入れて頻度ありますもんね。ね。ビーファーズ、で、食べ放題なんや。ラーメン、寸胴や。中山くん、まっすぐ行けるね。で、さっきのビーフ店のところも。確かに、そこ169円ですもんね。確かに。まとなりで6円差だと一気にあれですね。なんか慣れ込んじゃいますよね。あそこにもある、エリオスバルキン。サウフもあって。これ左車線なかなかキモいね。ここはジンギスか。へえー、ここはめちゃくちゃ混んどるね。バカみたいに混んでるね。なるほどね、そういう感じだよね。せっかくやから浜寺の方出てみますか。
25個ずっともう生きるみたいだけど。